はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、元気でしょうか。はい、キャラがついたついてる巾着袋とか、靴とか、まあ結構幼稚園生とかねに、幼稚園とか保育園とかに持っていくような上履きだったり、お弁当箱だったりで、意外に使わないなって思ってるけど、なんか買っちゃったりするよね。限定物とか、まあ例えばの話なんだけど、その二次三次さんの YouTube のね、 VTuber の二次三次さんとコラボしてしまものの商品とかってあると思うんだけど、あれも興味はない、実際のところ。実際のところ興味がないんだけど、でも実際に見に行ったりとかすると、ああ売れてんだと思って、なんか巾着とか、巾着じゃないにしても、なんか自分が使えそうなものを買って帰っちゃったりとか、なんだろうね、あれね、買わなきゃいけないっていうのが、その商品の、そのネットでね、ネット界隈とかで話題になってる時は絶対買わねえとか思うんだけど、で実際にその島村さんとかに行くと、ああなんか買った方がいいかなみたいな感じで、その普段その目につかないところ、靴下とか、まあちっちゃいプチタオルみたいなのは買ったりだとか、その前面にさ T シャツにを買うとかっていうのはないけど、うん、っていうのはあるかもしれない。うん、まあその他にもほら百均とかでもキティちゃんとかっていうのをね、まあ あるけど、まあそれはあんまり買わないかな。うん、基本的にはね。って思うんだけど、まあ買っちゃうかもしれない。皆さんどうでしょうか。はい、ちょっと短いですけども、以上です。